皆さんおはようございます。今日は4月の14日日曜日、ただいまの時刻は6時57分です。今からディズニーシー入園待ちの様子をお送りしたいと思います。本日は同時にディズニーランドの方も撮影をしに行っています。これからディズニーランドに遊びに行かれる予定のある方、ぜひこちらをご覧ください。概要欄にリンクを貼ってありますので、そちらからご覧ください。それでは早速サウス側から行ってみます。リゾートラインを降りて右手側がサウス側です。そして左手側がノース側です。ハッピーエントリーの入り口はノース側にあります。サウス側にはありませんのでご注意ください。はい、それではサウス側から見ていきたいと思います。6時59分サウス側です。ドナルド像がある方がサウス側です。サウス側最後尾へやってきました。最後尾は一つ目の植え込み終わったあたりが最後尾です。どの列も一つ目の植え込みが終わったあたりですね。最近の日曜日にしてはちょっと長い列かなと思いますけど、気になるほどの列ではありません。ほんの少し多いかなって感じです。それではノース側に向かいたいと思います。7時5分ノース側です。ミッキー像がある方がノース側です。ドナルド像がある方がサウス側です。これを覚えておくと待ち合わせに便利になります。7時7分ノース側です。ノース側の最後尾は1つ目の植え込みが終わったあたりです。サウス側とそんなには変わらないですね。まだ前の方はというか見えてるところほとんど座っての待機ですので、まあ、詰めれば半分ぐらいにはなるんじゃないかなと思います。サウス側もノース側も今から並べば5分以内に手荷物検査を通過できると思います。7時8分、ハッピーエントリーの待機列です。ハッピーエントリーの待機列は、そうですね、だいたい15組ぐらいですかね。2列になっての待機です。今日もそこまで長い列にはなっておりません。今から並べば5分以内にこちらも通過できると思います。ハッピーエントリーの待機列はノース側にしかありません。こちらミラコスタ側一番端っこですね。ミラコスタから降りてくると、ミラコスタの階段を降りてくると目の前に白いポールがあります。その後ろがハッピーエントリーの列です。そして、リゾートラインから降りて、リゾートラインを左に降りて、一番奥に来ていただいて、このミラコスタ側の一番奥の待機列がハッピーエントリーの待機列となります。お間違いのないようにしてください。7時45分ハッピーエントリー手荷物検査が始まりました。こちらはノース側の様子です。ノース側の最後尾は2つ目の植え込みが始まったあたりですね。7時46分ハッピーエントリー入園ゲート前です。はい、始まったばかりなのでまだ最前列ぐらいしか埋まってません。7時48分ノース側最後尾です。ノース側の最後尾は長いところで2つ目の植え込み真ん中あたりです。短いところで2つ目の植え込みの前の方ですね。今から並べば、まあ、10分ぐらいで手荷物検査は通過できると思います。
7時54分、サウス側最後尾です。サウス側の最後尾は2つ目の植え込み、真ん中あたりが長い列です。短い列でも、2つ目の植え込み始まったあたりですね。まあ、どこも同じぐらいな感じです。結構この時間からゲストさんの数が増えたような感じがします。今から並べば10分から15分ぐらいで手荷物検査は通過できると思います。ディズニーシーメインエントランスには3カ所のトイレがあるのはご存知ですか？一番空いているトイレがこちらサウス側の一番奥のトイレとなります。コインロッカーと併設されたトイレになっていて、ここのトイレが一番空いているトイレです。この建物の奥にトイレがあります。場所はサウス側手荷物検査場の一番奥です。リゾートラインから来るとサウス側一番奥に来ていただいて、この建物がすぐ見えます。ここのトイレが一番空いているトイレとなりますので、ぜひご利用ください。2つ目のトイレ、こちらがサウス側リゾートライン出口付近のトイレとなります。リゾートラインから降りて右手側に歩いてもらい、サウス側に入る手前にあるトイレです。ここは利用もしやすく一番混雑するトイレですのでご注意ください。3つ目のトイレがこちらノース側になります。リゾートラインを左に降りて、ノース側待機列のそうですね、真ん中あたりぐらいにコインロッカーと併設されたトイレがあります。こちらもリゾートライン下と同じように混雑するトイレですので利用にはご注意ください。8時5分、ノース側最後尾です。ノース側の最後尾は2つ目の植え込み、真ん中あたりです。ここからでしたら15分ぐらいですかね。15分ぐらいで手荷物検査は通過できると思います。少しゲストの数が増えてきたように思います。前の方もだいぶ詰めての待機となっていますので、まあ、15分ぐらいはかかるかなと思います。8時9分、ミラコスタ連絡通路からノース側全体を見ています。先ほど前の方が詰めてという話をしましたが、見てわかる通り、こういつもだったら垣根に沿って列を作りますが、今日は垣根に沿って列を作らず、真ん中にも人を詰めて列を形成しています。今日は少し混雑をするという多分パーク側の予想だと思いますので、このように、列を先ほど列を作ったと言いましたが、列を作らず前方の方にこう人を詰めて、待機列を形成しています。こうなるとちょっと手荷物検査を通過するのにも時間がかかるようになります。こういう場合はですね、真ん中ですと手荷物検査前で合流をするので、列がなかなか進まなくなるので、どちらかというとこちら端っこの方ですね、端っこ側に行きますと合流も少ないですので手荷物検査が少し早く進むような感じとなります。まあ、ちょっとこういう、こういうのを見分けるのは難しいのですが、こう前が詰まっているときはどちらかというと端っこの方に行くと進みが早くなります。8時11分、ハッピーエントリーです。ハッピーエントリーの待機列まだ残ってますね。今日は、ハッピーエントリー8時45分開演、一般は 9時開演となっています。ですのでちょっとハッピーエントリーの手荷物検査も遅れているようです。8時12分、ハッピーエントリー入園ゲート前です。こちらハッピーエントリー手荷物検査を終え、すぐ目の前の列が手荷物検査を終わり並べる列となります。
ここの列が長くなるのはですね、手荷物検査を終えすぐ並べる列ということと、ハーバーへ最短距離へ抜けられる列になるからです。ですので、この時間からハッピーエントリーに並ぶ方は、ここの列は並ばずに左側へ移動してください。ちょっと左に移動します。一つ垣根を左に移動した列となります。ここでは、そうですね、少し短いですけど、それほど短い列にはなっていません。ですので、もっと左に移動しましょう。屋根も越えて移動してください。はい、こちらが、屋根を越えて一番左に来た待機列となります。今日はちょっとですね、一番左奥の、ゲートが封鎖されているので、こちらが使えないので、少し長い列にはなっていますが、右側の一番長い列に今から並ぶよりは、こちらで並んだ方が早く入園ができます。こちらを覚えておいていただけると、少しでもですね、早く入園できますので、ぜひ覚えておいてください。8時49分、サウス側の最後尾です。サウス側の最後尾は、最後の植え込みの真ん中あたりですね。それほど今日は混んでいませんね。この時間でここでしたら、それほど混んでいないのかなと思います。今から並んでも30分はかからず、手荷物検査は通過できると思います。それではノース側に向かいます。8時56分ノース側の最後尾です。ノース側の最後尾は、最後の植え込み真ん中過ぎたあたりです。長いところで、そうですね、最後の植え込みの終わりあたりですね。ここからでしたら、まあ、30分ぐらいですかね。こちらもそれぐらいでは通過できると思います。ただやはりノース側の方が少し混雑が多いような気もします。どうぞお楽しみください。こちらの方がゲストさんが歩いてくる数が多いので、やはりロース側の方が混雑しているような感じがします。もう今日はこれ以上は列が伸びないと思います。それでは本日のまとめです。今日は朝から、今開園の9時を過ぎるまで比較的混雑も少なく順調な入園だったと思います。これからゴールデンウィーク始まるぐらいまでは、このような感じで経過していくんじゃないかなと、ディズニーシーの方は思います。トイストーリーマニアも再開して、楽しみが増えたディズニーシーですので、僕も空いているうちに一度一発したいと思います。それでは本日の動画はここまでとなります。 X、旧Twitter、Instagram の方でも最新情報、インパークの様子を公開しております。このような入園待ち動画の他にも、検証動画として、朝一入園、ソアリンに何分で乗れるか、美女と野獣何分で乗れるか、先日のドナルド・パルパルーザ DPA 朝一入園で白前が取れるのか、スニークで白前は取れるのかという検証動画、チャレンジ動画も公開しております。ぜひそちらも楽しんでいただけたら嬉しいです。概要欄にリンクが貼ってありますので、ぜひそちらからご覧ください。それでは最後までご視聴ありがとうございました。次回の動画でまたお会いしましょう。